こんにちは。皆さんの周りに見た目はそれほどでもないのに、やたらと女性に人気のある男性はいませんか？イケメン男性が女性にモテるのは納得できるけど、それほどでもない人がモテるのを見ると、自分とどこが違うのだろうと疑問に思いますよね。その答えはズバリ、女心が超わかってるということです。男性と女性では物事の考え方や感じ方が異なっているため、普通に接しているだけではどうしても心のすれ違いが起きやすくなります。そのため異性と心の距離を近づけるためには、お互いの歩み寄りが必要です。これは男女双方にとって精神的に大変な作業ですよね。そんな中で女心が超わかっている男性がいれば、女性は心理的な負担が少なく、その人と心の距離を近づけられます。あの人は私のことを理解してくれていると感じて、相手に安心感や信頼感を覚えます。これこそが女心が超わかっている男性が女性にモテる理由なのです。そう言われても、女心が超わかっている行動そのものがわからないという男性も多いでしょう。これからその女心が超わかってる行動を7つ紹介します。あまり深く考えずに、まずは丸暗記してこれからの実践につなげていきましょう。1、女性がしたくないことを進んで引き受ける。皆さんには気が重くなる仕事ってありませんか？本音ではやりたくないし、できれば誰かが代わりにやってくれないかなと思うことってありますよね。もちろん女性もそういう気持ちはあります。むしろ女性は男性よりもリスクに対して慎重なので、なかなか行動を起こせないことが多いんですね。あまりやりたくないなと思っていることを、男性から代わりにやっておくよと言われたら、もしかして私この人に好かれてると感じるでしょう。女性は男性に守られたいという願望があるので、このように行動する男性には頼りがいや安心を感じて心がときめいてしまいます。頼りがいのある男性はいつの時代でも女性からモテる存在です。日頃から女性の行動に気を配って、ここぞという時に男らしさを発揮してください。2、私は彼の役に立っていると思わせてあげる。人間は承認欲求という、生きていく中で他人から認められたいという欲求があります。この承認欲求にはいくつか種類がありますが、女性は身近な人の役に立っていると感じると、承認欲求を強く満たされるようにできています。私は彼の役に立っていると思えることはとても幸せなことなのです。だからこそ女心が分かっている男性は積極的に女性にお願い事をします。女性はお願い事をされるだけでも嬉しいのに、その後でありがとう、〇〇さんのおかげで本当に助かったと言われたら、天にも昇るような気持ちになります。お願い事をして少しオーバーなくらい感謝することが、女心を喜ばせてあげる行動ですよ。3、意中の女性を特別扱いする。女心を勉強するために良い教材となるのが少女漫画です。少女漫画によく出てくる女の子のときめきポイントが、好きな男性に特別扱いされるヒロインです。いつの時代も女性は好きな人の特別な存在になりたいと願っています。多くの男性は特別扱いって大変そうで、何をすればよいかわからないと考えてしまうでしょう。しかし女心がわかる男性は、特別扱いが簡単にできることを知っています。君と一緒に行きたいんだ、君のためならやってもいいよ、他の子と違って一緒にいると落ち着くんだよね。このように他の女性とは違う存在だというニュアンスを伝えるだけで大丈夫です。この言葉で女性はあなたからの特別扱いを感じて、2人の距離は急接近していきますよ。4、女性の話をただ受け止めてあげる。男性と女性では会話の目的が違うという話はよく聞きますよね。皆さんが女性にモテたいと思うのであれば、まずは女性が何のために会話するのかを理解することが大切です。女性は心配事や不満があるとき、情報を整理してけじめをつけるのが苦手な傾向にあります。そのため、ぐるぐると頭の中を回る心配事をすっきりさせるために行っているのがおしゃべりなのです。女性はおしゃべりによって心配事を吐き出して頭をすっきりさせています。だからこそ女性にはひたすら気持ちよく話をさせてあげることが大切です。
女心が分かっている男性になるためには、女性の話に口を挟んだりせず、笑顔で受け止めてあげてください。5. 女性の些細な変化に気づく。女性は人前に出るとき、周りからどう見られるかを常に意識しています。些細な部分であっても、見た目を変えることは、自分をより美しく見せるためのチャレンジなのです。女性は自分のチャレンジについて、可愛く見えてるかな?印象が悪くならないかな?と周りの評価をとても気にしています。彼女の変化にしっかりと気づいて、似合ってるねと言ってあげれば喜ぶのは当然ですよね。もしかして私のことをいつも気にしてくれている?と感じて、あなたのことを意識し始めることもあります。こういうちょっとした一言をうまく伝えてあげるのが、女性の冒険心を分かっている男性の行動ですよ。6. 愛情をきちんと言葉にする。言葉にしなくても思いは伝わる。男性の中には今でもそう思っている方がいますが、それは女心とはかけ離れた考え方です。女性は意中の男性からは愛情をしっかりと言葉で表現してもらいたいのです。そう言われても、やはり愛情を言葉にするのは照れくさいと思いますよね。それではここで見方を少し変えてみましょう。多くの男性が照れや恥ずかしさから愛情を言葉にできないからこそ、愛情を言葉にできる男性は女性にとって注目すべき存在になります。自分の恥ずかしさよりも女性の喜びを優先する。これこそが女心が分かっている男性の行動パターンです。言葉にするのは抵抗があるかもしれませんが、恥ずかしいと感じるのは最初だけです。ぎこちなくても何度も言い続けていると、そのうち意識しないで自然に言葉にできます。あなたの言葉がさりげなく自然になるほど、女性はその言葉を素直に受け入れて、あなたへの関心を高めてくれますよ。 7. ちょっとしたサプライズをする。多くの女性はサプライズされるのが大好きです。突然の出来事は心の準備ができていない分、驚きや喜びがストレートに出てきます。例えばプレゼントを渡すという行動であっても、サプライズを仕掛けられた方が心に鮮明に焼き付いて、喜びが何倍にも膨れ上がります。またサプライズのためにあなたが時間をかけて準備してくれたことも、彼女にはもう一つの喜びにつながります。女性がサプライズで特に嬉しいのは、一緒にいない時でも私のことを考えてくれて、時間や手間をかけて喜ばせようとしてくれたという、あなたからの愛情なのです。彼女の驚く表情を想像して、楽しいサプライズを仕掛けてあげましょう。ただし、あまりにも過剰なサプライズは要注意です。もしかして派手なリアクションしないと期待外れと思われる?周りの視線が恥ずかしいと彼女が感じてしまったら、あなたからの行為も素直に喜べません。女性はどんな時でも周りからの視線を気にしますので、彼女の立場を考えてサプライズを準備するのも、女心が分かっている男の行動ですよ。ここまで女心が超分かっている男の行動ベスト7を紹介してきました。男性からすれば、女性ってこんなちょっとしたことを気にしているの?と思うかもしれませんが、女性はこういった小さな行動から相手の価値観や人間性を敏感に感じているのです。女性は日頃から周囲との協調を重視する傾向が強く、周りの人にとても気を使って接しています。うまく協調するために意識しなくても、相手を観察する能力は女性の本能に刻まれているのです。真実は細部に宿るという有名な言葉にもある通り、あなたの真実は細部から女性に見抜かれています。だからこそ、今回紹介した行動をとにかく丸暗記してください。そして恥や外聞を捨てて、まずは意中の女性に実践してみましょう。はじめは緊張してうまくできないかもしれませんが、実践を繰り返していけば照れや恥ずかしさはなくなります。そして繰り返しの行動が習慣になって、まるで息をするかのように自然に行動できるようになります。あなたが女心が分かった行動を続ければ、彼女は自分がお姫様扱いされている気分になっていきます。女性は愛されていることを実感すると、ますます綺麗になっていきますし、そんな実感を与えてくれるあなたは彼女の特別な存在になっていきますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。